1988年カルガリーオリンピックのフィギュアスケート競技は1988年2月14日から2月27日までの競技日程で実施された。会場はカルガリー市内にあるサドルドームで実施された。競技種目は以下の男子と女子のシングル、ペア、アイスダンスの4種目である。エキシビションは2月28日に設定された。男子シングルでは ファーストネームにブライアンという名を持つアメリカのブライアン・ボイタノとカナダのブライアン・オーサーとの対決に注目が集まりブライアン対決と称されたがアメリカのブライアンに軍配が上がった女子シ,シングルでは共にジョルジュ・ビゼイのカルメンをプログラム曲に選んだ東ドイツのカタリナビットとアメリカのデブイ・トーマスが注目を集めカルメン対決と呼ばれたがカタリナビットが 前回のサラエボオリンピックに続き金メダルを獲得した。オリンピック女子シングルでの連覇はソニア・ヘニー以来史上二人目。ペアとアイスダンスは共にソビエト連邦のゴルデーワグリンコ含みとベステミアノワブキングミが金メダルを獲得した。ペアで優勝したゴルデーワグリンコ含みはフィギュアスケート史上初めてオリンピック、世界選手権、欧州選手権、 世界ジュニア選手権の4つのタイトルを獲得した。ありがとうございます。